萌花選手久しぶりです。久しぶりです。昨日から萌花選手 LA 合宿に来ています。トーナメントが1週間空いているので、次のトーナメントどこだっけ。次のトーナメントはアラバマです。アラバマ、アラバマ行く前に1週間うちに泊まってゴルフ合宿します。はい、今日はインダストリーヒルズゴルフコースに来ています。ここは36ホールある、ゴルフリゾートで LA の中心部にあって、LA で一番儲かってるゴルフコースです。過去はいろんな予選会だとか LPGA もやりましたし、昔ですけど PGA もやりました。結構日本人の間では有名なコースです。そこの、36ホール2コースあるうちの今日はアイゼンハワーというコースを、プレイしたいと思います。はい、前回と同様イーブンパー以上賞金200ドル目指して頑張ってください。それと今回は私とのホールマッチに勝ったらプラス100ドル差し上げます。okay. 私のハンディキャップが、このコースの、ブルー&ホワイト T コンビネーションで14となっておりますので、ハンディキャップホールが14番まで、森田選手から1打もらえることになってます。ということで、1番ホールは、パー5です。はい、パー5右ドッグ、あまり右に行くとスタイミーになってしまうので、フェアウェイの真ん中から左ぐらいを240ヤード、はい、という感じです。じゃあスタートします。はい、 OK。 おお、言われた通りのナイスショット。フェアウェイ左、おーナイスショット。はい、それじゃあ第1弾でいきます。今日は真剣勝負で頑張りたい。気温がなんと、100度、100度っていうのは大体38度なんですけど、はい、38度なので、濡れたタオルを首に巻きながらいきます。お、ちょっと左ですけど、左は何もないんで次打てそうです。なんでしょう。はい、左に大きく外してしまいましたが、右ドッグなので、体勢に影響はありません。はい、ここはハンディキャップ13なので1個、1ストロークハンデもらいます。2打目180ヤードぐらい、フェアウェイ真ん中に戻そうと思ってます。ちょっとラフに引っかかりました。ダメでした。はい、萌花選手5番ウッドです。ちょっとラフに入ってしまいました。右バンカー方面狙い。おー、ナイスショー、ナイスショー。言われた通り、2打目ヘボショットでした。3打目は250ヤードあるので、ウッドがないので180ヤードぐらい行きたいと思います。お、オッケー、方向はすごいいいです。ナイスショット。はい、花道です。ナイスショットでした。萌花選手残り67ヤードパー5第3打目です。ピンの右から攻めましょう。1メートルぐらい右左に傾斜してます。お、いい感じ。おお、ナイスショット。ナイスショット。なんかいきなりバーディー取られて1ホール目は負けそうです。次頑張ります。萌花選手ワンピンのバーディーチャンスにつけているんで、私もパーを取るためにはこれを寄せなくてはなりません。はい、あ、引っ掛けた。ちょっと左に、もうでかいし全然ダメだし。お、いい感じ。おお、めっちゃ速い。はい、あ、マジ OK です。萌花選手バーディーパットです。入れられると負けてしまいます。あ、惜しい。俺の OK くれんの。はい、はい、1番ホールパーとボギーで引き分けでした。
萌花選手第1打2番ホール打ち下ろしです。ナイスショット、フェアウェイ右側に飛んでいってます。ちょっと左、やばそう。ああ見えんかった。いやちょっとわかんないな。はい、止まってるかもしれない。はい、水方面。はい、ライ悪いけどギリギリ手に入らないで止まってました。はい、45ヤードこれってダメか。自打球のリポットっぽいんだけどちょっと出ちゃってる。これやばいよこれ。あ、お願い、オッケー、お願い、おー、ナイス、やばやばいじゃない。オッケー、萌花選手2番ホール第2打池越え60ヤードです。うん、よいしょ、ちょっと見えない。萌花選手2番ホールバーディーパットです。私が超バーディーチャンスにつけているので入れないと負けちゃうよ。オッケー、はい、バーディーパッといきます。はい、オッケー、ナイスバーディー。3番ホール右ドッグの打ち上げですが、左正面の左のバンカーは、260ぐらいあるので届かないので左バンカー狙いです。おー、ナイスショー、ちょっと右目だけどフレンドリーキックで左に跳ねるはず。あれだったらスタイミーじゃないと思うよ。はい、前のホールバーディーで私のワンナップです。はい、ちょっと左やけど OK です。はい、フェアウェイです。はい、超打ち上げです。萌花選手残り166ヤード距離計のリコメンデーションはプラス10ヤードになってました。スタイミーではありませんが打ち上げすぎて旗が見えません。クラブ何？6です。 6番アイアン約180ヤードぐらい打たなきゃなりません。ちょっと右かな。オッケー、はい、大丈夫やと。ちょっと外れちゃったかな。萌花選手のねちっこい芝のからあの芝のラフからの予選になります。どうしようねんけどこの芝、うん、よくわかんない。さあプロの技。おー、ナイス。おー、入った入った。バーディーでした。やられてしまいそうです。第3打目になります。萌花選手チップいてしまったので私はこれはヨスワンで引き分けです。 OK、 はい、残ってしまいました。80センチぐらいです。入れないと負けです。オッケー。おお、すじってる。20メートルあるかな。嘘。